8月5日朝の御言葉神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますローマ人への手紙8章28節クリスチャンはある一点について絶対的な確信を持つ例えば 船が最も激しく揺れるとき、彼は船の共には神が座しておられることを知っている。彼は見えない手が常に世界の舵を取っており、摂理の後ろがどこに流れようと神が支配されることを知っている。心を奮い立たせるこの知識は彼をすべてのことに対して備えさせる。彼は荒れ狂う怒涛を見渡し、イエスが大波の上を歩いて近づき、 しっかりしなさい。私だ。恐れることはないと言われる声を聞く。また、神が常に賢明な方であることを知っているので、事故や失敗などありえないことを確信する。彼はこう言う。たとえ私の持っているものをすべて失っても、それが見心ならば、むしろ失った方がいい。もし神の定められたことならば、最悪の災いであっても、 それは私にとって最も賢明な、また最も親切な賜物である。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っていますと。クリスチャンはこれを理論として把握しているだけではなく、これが事実であると知っている。 今まで全てのことは働いて益となってきた。メスの鋭い切り傷が傲慢な肉を清めて癒しを助ける。全てのことが素晴らしい祝福された結果をもたらしてきた。だから、神が全てを支配し、災いの中から良いものを与えてくださることを信じるので、心が確信に満たされ、あらゆる試練にも冷静に直面できる。信者は全てを 神に委ねてこう祈る。私の神様、あなたの良いとご覧になるものを送ってください。あなたの子供に害になるものを、あなたは決して与えられませんからと。私の魂よ、神はいつ私の思い煩いを取り除かれるのかと言ってはならない。魂よ、覚えよ。全能なる神は、至るところにしもべを持っておられる。 神の方法は崇高で、その御心は慈しみ深い。神は決して定められた時に先立たれることもなく、また遅れることもなさらない。